どうも皆さんこんばんは。最近ですね、結構まあバタバタした毎日を過ごして、世話しないなと思いながら、ゆったりしようと思いながら、どうにか、過ごしております。はい、やらないといけないことがたくさんある中でですね、まあ、移動しながらでも効率よく、作業できるように、最近ですね、ワイヤレスのポータブルコンデンサーマイクみたいなものを買いましてですね、この前もですね、広島に4日間ぐらい、レコーディング合宿みたいなものに行ってました。で、まあ、それから帰ってきてですね、その帰ってきたその日に、川崎に行って、クラブチッタで MC バトルがあるということで今向かってます。まあですね、ちょっとその疲労とかが半端ないわけですよ。もう平均したら多分ね、1日3時間ぐらいしか寝てないっていうのを2週間ぐらい続けてたりとかすると、やっぱりね、足とかがクタクタだったりとかね、その首とかが凝ったりとか、どうしても疲れが抜けんなっていう、疲れたなっていう、目が覚めた瞬間からもみたいな感じになっちゃうわけなんですけども、まあでね、今しかも夏じゃないですか。汗もかいて熱中症になったりとかもするんで、まあ僕はこういうちょっと世話しない中でもタフにやれてるっていうのは、まあ、秘訣がありましてですね、まあ、そういうものを今日紹介しておこうかなっていうふうに思ってます。まあ基本的にね、ちゃんと栄養は取った方がいいんで、まあ、ビタミンとかもサプリメントとかから補給したりとかしてるんですけども、今回はね、タンパク質紹介しようと思います。今移動中にですね、これもミックス作業、音楽の編集しようと思ってたところなんですけど、まあ、もうそれ一回やめて、この危ない粉、これ中身プロテインなんですよ。やばいパケに入ってる、やばい粉っぽく見えるんですけど、プロテインです。でこれ僕イロハス のペットボトルの中に、このちょうどこれくらいの量を入れるとちょうどいい濃さになるんで、移動中とかもう忙しい時はこれ持ち歩いて移動中とかに飲んだりとかしていってます。まあ、飲み方なんですけど、まあ、もうこれ新幹線で普通にやってるんで、なんかやばいものに見えるかもしれないですけど、全然やばくないんで、ちょっとね、飲んどかないとこぼれちゃうんで今飲みました。で、まあ、ちょっとパラパラパラーと、この作業もちょっとなんか見た目小分けしてるみたいになってるな。いや、決してやばいことじゃないです。これネイチャー館から出てるプロテインで、まあ、すごい栄養バランスとかも考えられてね、作られてるプロテインで、これはね、CBD 入ってないんですよ。プロテインです。タンパク質ですね。植物性のタンパク質っていうのは、まあ、体力、持続力があって、動物性のタンパク質は瞬発力なんですけど、これはやっぱスタミナに影響出てくる植物性タンパク質なんで、まあ、大豆由来ですね。入れて振って、で僕この中に持ち歩いてるこの CBD オイル入れます。 CBD オイルをね、まあ、3滴ぐらいかないつも入れてるんですけど、これとかもね、新幹線の中でこんなんやってますけど、あんまり悪いもんじゃないからできるっていうあれです。なんか最近合成カンナビノイドとかいろいろなんか変なの出てきてるじゃないですか。みんな騙されたらダメですよ。ちゃんとしたところからちゃんとしたもの買いましょうね。なんか救急搬送されたりとかって話よく聞くんで、でこうみんな心配です。で合成カンナビノイドで飛ぼうと思ったらダメよ。これ CBD とかも健康のため、プロテインとかも健康のため、忙しいからもう毎日バタ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 として、その中でもタフにやらなあかんねん。俺は毎日曲作るし、こうやって動画とかもなるべくアップしたいなって思ってる。だからもうこうクイッと男らしくね、一気飲みで飲み干して、新しいコンテンツ作成してガン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 かましていこうかなって感じですよ。はい、これでさっと飲み終わるわけです。話早いですね。結構お腹もいっぱいになりますしね。はい、でこれね、マッスルバームって言って、筋トレとかしたりとかする人とかにおすすめなんですけど、 CBD っていうのは鎮痛鎮静作用が入ってるんで、僕はもうちょっと歩きすぎて疲れてるんで、足も筋肉痛になってたんで、ふくらはぎにちょっと塗ってます。でこれちょっとそんな別にスースーするわけじゃないんですけど、若干ね、やっぱりひんやり清涼効果があるんで、とてもね、熱を持ってるところとかにおすすめです。まあなんやかんやでね、これもうほんまに5分10分ぐらいでさっと終わらして、また、車内でですね、こうミキシング作業を進めていくわけですよ。まあなんか最近ですね、いろんな人と毎日音楽が制作できて、まあ、セッションみたいな感じでできてですね、まあなんか非常に幸せだなと思いながら、まあ世話しない中で、世話しない中はまあ幸せやなと思いながら毎日過ごさせてもらってます。
広島でもレコーディング合宿した模様をですねダイジェスト撮影しておりますん でそれはその広島でセッションした音源たちを作品にしてリリースしようと思ってるんで、まあ、それに関連してその動画もアップしようかなと思ってますんで、まあ、楽しみに待っててください。広島最高でした。広島の皆さんありがとうございました。まあ、これ見てる皆さんも夏なんで夏バテとかね気をつけて、まあ、こういう健康栄養補強食品といいますか正しいかな言葉合ってたか分からんけどこういうものを摂取してね元気に夏を過ごしてください。購入方法などは動画の説明欄に記載しております。ありがとうございました。